どうしゃぶりなんですけどねえ、どうしゃぶりなんです。今日メイクしてたからさ、ゆっくり配信しようと思ったけどさ、ちょっと雨だから触んない。で、私服装は濡れてないんですよ。そう、もう濡れてたものは全部もう脱いだから、髪の毛だけなんだけど、でも布団には触らない。そう、土砂降りすぎてメイクしてたからゆっくり配信しようと思ったけど、さすがにお風呂入りたいけど、すっぴんマスクもなんかちょっと気分的に嫌だったから、今もうパッパッてしてっていう形で、あんま良くないけどそう、今洗濯はしてるんで音は多分聞こえないと思うけど、柔軟剤の匂いがすごい、もうビッチビチ。ほら、私くせ毛なんですけど、いつも綺麗にアイロンするから、みーちゃんくせ毛なんだよって言っても信じてもらえないんですけど、ほらもうもつれちゃってそう、本来の私が出ていますあかりんと一緒に帰ったんだけど、絶叫しながら帰った。そう、私ね、あのいつもちゃんと綺麗にアイロンするので、そう、私めっちゃくせ毛なんですよねって言っても信じてもらえないんですけど、傘なかったわけないでしょ傘なかったらもっと待てるよ。傘あってこれだよ。もうびっくりした。なんでこんなのやったんぐらい太い。そうそう、傘あってこれですよ。二人でアクリンとも絶叫しながら、風も強いからもう傘が裏返しになっちゃうようにこう支えてストッパーしてますよ。あのね、これね、ストッパーしててもくせ毛の人はね、あの雨降ったらちょっとうねるんですよ。だからこうステッパーしてるからマシな方、しなかったら多分もうグニャグニャーってやつよ。そうそう、怒らないで。これを怒ってるって思うなんて、ミーヒン検定3級ですね大阪いっぱい南をめでてもいいんですか。いいんですか、逆にめでてくれるんですか。待ってますよ、みーちゃん。めでられ待ちなんで、いつでもお待ちしてますよ。あ、野球が雨天コールド、あ、もうそう、それぐらいの大雨です。なんか本当になんだろう、なんか警報出てるってぐらい降ってて、ザーザーなんですよ。そう、ザーザーなんですよね。でもなんかこの前もね、雨に降られたまま配信したんだけど、この前は傘を持ってなかったから、服もびちびちだったけど、一応傘は持ってたから、なんていうの、横からの水雨で濡れはしたけど、ズボンとかがびちびちだったから、もう洗濯に入れてるんだけど、まだマシ、まだマシです。そう、でもメンバー結構なんか傘持ってない子多くてそう、なんか千穂とかも待って、傘持ってきてないみたいなそう、なんか予報見たのみたいな、予報だとそんなことあんま言ってなかったみたいな、なんかあの雨は降るかもしれないけどひどくなるとか言ってなかったみたいなそう、ユミコも傘案の定持ってなくて、一緒に帰ってきてたんだけど、ユミコとアカリと3人で帰ってたんだけど、そう、なんかあのユミコ、さすがユミコって、あの雨だと、雨でも傘をささない子なんですよ。でもさすがにあかりんとみなみで、いや、さしなさいみたいな。でもその本当になんか濡れるのが好きだからみたいな感じで、濡れて帰る子なんですよ。でびちゃびちゃで帰って、なんかびちゃびちゃで現場とかにも来てシャワーとか言ってる子なんですよね。でもさすがに今日はやばいから、そう、いや本当にタクシーでも乗って、マジ本当に風邪ひくよみたいなこと言って、一応説得はしたんですけど濡れて帰ってた。わかんない、途中で傘を買ってるかもしれんし、わかんないけど、私たち明かりでねんが別れた時にはもう姿のまま外に繰り出してたそう、2年の傘渡そうかなと思ったけど、さすがにちょっと私も身を守るから、そう、あれでしてきた。ちょっとだからわかんない、結果論、結末、結局あのコンビニとかやって
買いましたとか、さすがにタクシー途中で乗りましたとか、わかんない。結末は知らぬのよ。そう、結末はちょっと存じなくてですね。え、何このギフト、君は希望の光、何このギフト、何ギフトですか。なんかショールームってイベント、なんか行事ごとに適したギフトを置いてるイメージですけど、これは何ギフトですか。これは何ギフトかな。そうね、この雨で桜は散っているだろうな。確かに。なんだ、なんかピカピカとか、あ、この卵はあれだよね、あのイースターだよね。希望の光もイースターなの。この希望の光もイースターなの。希望、イースターってそんなイベントだっけ。この君は希望の光だな、くす玉みたいな、これもイースターなの。なんかそれは違うって言ってる人と、それイースターって言ってる人がいる。あ、新生活応援ギフト、あ、なるほどね、確かに応援されてる感あるわ、君は希望の光、確かに確かに。イースターと4月から新生活だから、新生活応援の2つ同時に出したって感じですね。あ、本当応援してるって、なるほどね。でも私新生活ではないかもしれないけど、今もう周年コンサートにがもうあさって。そうなので、もう詰め詰めの詰め詰めなので、明日がもう配信できるかわからない、明日の私次第。今日もちょっとこの後確認して、早めにお風呂入って寝ようかなと思ってます。そう、大空に羽ばたけ、すごい、大空に羽ばたけ。明日にきらめけ、誰、ルーキーズやん、ルーキーズやんな。そう、リハの推し次第とかではない、多分リハとかは今日も全然毎日終わってるんだけど、だからといってね、あの家でぐっすり寝ようっていうか、家で確認もしたいから、推し次第とかではない、家でやるか、やる、や、家でやらなきゃちょっともうちょっと頭に入れたいなのか、やリハでやっていけるわってなってるのか、でもできるわってなっても心配しないで多分やるんで。そう、できる、できるなって思っても、もう一回最初から3コースとあるので確認しなきゃなので、今まで1公演とかだったからさ、多くて2公演だったからさ、なんかあれだったんですけど、そう、そうけど3コースとあるので、もう結構ねごちゃごちゃですね、頭が。これ何のやつみたいな。これど一部二部どっちだこれが。そうなるときまして、そうそう、なのでそこのちゃんとなんか2公演目のここで MC に出るとか、ここでちゃんと履けるとかはちゃんとかなんかやっとかないと、履けて着替えなきゃいけない人なのに MC 出るってやばいみたいなことはあるので、しっかりちょっとそこを今から、あの踊りとかはもう大丈夫だけど、変わったとことか詰めていかなきゃいけないです。もうさすがに全ての曲のなんか全て終わってるんだけど、今も本当に数をこなしてるというか、もう頭に定着させてる感じ。そう、予習はどれだけねしても、予習復習はねどれだけしても損じゃないので、やりませうって感じです。うん、でもね、すごい楽しい、なんかメンバーと一日いるから、一期だ、なんか一期が集まってエリアがあって、一期プラスソラみたいなエリアがあって、その楽屋にちょっとみんなでケタケタ喋ってる休憩中とかで、なんかみんなそこまであのお菓子とかあんま持ってこないとか食べない人たちなのに、一日長いから一人一個お菓子持ってて、そのなんか食べ合いみたいな。そう、で横にひなと千穂がいて、なんかひながチョコレート食べたいみたいな、もう糖分がみたいな
一日頭動かしたのか、まあ、糖分が必要すぎて、私も今日グミもチョコもポッキーとか持ってってで、チョコあるよみたいな言って膝にチョコあげて、で横にいる千穂にあげたら、こっちはこのチョコあげるって返されて、で、まあ、そのまた横にいる由美子にあげて、で斜め前のみちはもう食べてて違うチョコレートで、あの斜め前のまたあかりにあげてみたいなそう、でも明日ここでタコパするかみたいな冗談を言ったりとか、そう千穂がじゃあ私たこ焼き器持っていくよみたいな、あかりがじゃあ私コップ類持っていくよみたいな、でひなが私じゃああのひなはじゃあジュースとかそっち系持ってくるよみたいな、誰がタコ持ってくんねんみたいな話したりとか、ゆみ子がじゃあ私この壁の飾り付け持ってくるよみたいな、いらねえよみたいな、そういうなんかあの本当にでもその流れで、あの周年コンサートが終わったら一気買いしようねってその流れで話してて、そう周年コンサート終わったら生き返しようみたいな、千穂がもうえ千穂もやりたいみたいな、ひなちゃんもやりたいみたいな、なんかもうそう生き返周年コンが終わったら生き返をしようっていう話をして、生き公演もしたいって言ってそれなーっていう、なんか休憩が楽しい、休憩も楽しいやってる最中もなんかもうちょっとだなと思って、もうちょっとでこれをみんなにあのお見せできるんだなと思って楽しいし、休憩中も楽しい。楽しいですね。混ざりたいぐらい楽しい。そう、男子禁制です女子会です。あ、Hulu で3公演投資チケット買いました。配信見てください。ドロノで噛みまくった。配信カメラにいっぱい映れるように頑張りますね。ああいうのって結構なんかカメラマンさんが撮りたい人を撮るっていうわけじゃなくて、カメラマンさんと配信で映す画面はスイッチャーさんが、カメラがまあ何台かあって、どこのカメラのやつを配信のやつに映すかみたいな、なんかスイッチャーさんっていうスイッチの押して決める人がいるのね。だから例えば3台カメラがこあの 端真ん中にあったとして、あの最初 この真ん中のカメラが抜かれてるとするじゃないですか。で違う子が映ってる間に、その違う子が映ってる間にこっちのカメラでずっとね、そのカメラをじーっと見とくんですよ。だからそのカメラマンさんはそこをずっと撮ってくれ、じーっと見てて、配信では流れてる画面はまだ違うけど、スイッチャーさんたちは3画面見えてるから、あこの子たちめっちゃカメラにアピールしようとしてるなっていうので、そっちの画面に切り替えてくれるんですよ。わざわざ映してくれるんですよね。だから映りに行きます、頑張ってそうそう、これ結構大事で、私歌番組もあるんですよ。歌番組さん息をする心で何回か出演させていただいたんですけど、なんかタン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 のとこに基本的に端っこの子が抜かれやすくて、いつもソラピが絶対抜かれるんですね。で、あのファンの方ね、あの私の歌番組見てくださってる、私の出演したやつ見てくださった方、あーってなるかもしれないですけど、チャン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 でソラピが抜かれてる横に絶対ここの抜けで私映ってたと思うんですけど、私リハの段階で抜かれてないんですよ。なんか半分しか抜かれてないけど、カメラ目線をずっとしてたの本番で入れてもらえたっていうことが何回かあるので、そうだから、なんか自分ここカメラ映らんわと思ってカメラ目線はしないよりかは、半分だけ映ってたとしても見とったら、あこの子めっちゃカメラ見てくれてるなと思って入れてくれるのよそうでリハの段階で私入ってないんですよそうでも、あの基本的に位置が抜きにくい位置だから、そういうのでも諦めずにやらないと映れないのでそう、ね、定点とか見てくださった方は分かりやすいと思うけど、結構人と人のこれぐらいの隙間にいるので、そう隙間を狙っているので、そうそれぐらい自分からクイッていかなきゃ映らないので、位置的にね、ポジション的に、そう私後ろだからって諦めちゃいけないよっていうそう、私どうせ後ろだから見えてないって言ったら、歌番組さんのカメラだけど、あのファンの方は絶対見てくれてるから、そう
なんか3列目で人と人の隙間だから絶対見えないじゃんと思ったとしても、ファンの方は見てくれてるから絶対これは入ってきた時から手は抜かないって決めてる。そう、誰よりも前仕上げるとか誰よりも飛ぶっていうのはめっちゃ決めてる。自分が自分を諦めちゃいけないんですよ、どうせって思っちゃダメ。自分がなんか精神論になってきた。うん、そうだからみんながどこにいても探してくれて身につけたしてくれるから、みーちゃんはどこのポジションでもアイドル全開でステージに立てるんだよって言いたい。そう、あと私は身長が小さいので大きく踊るっていうことをすごく意識してるので、そう私大きく踊ってみんなと同じぐらいの大きさなので、もっとやろうとか。お、周年もお話し会も楽しみ、内緒だよ。お、ってことは来てくれるんですね。そうなんです、今再販受付中で、再販がねちょうど明日の13時からので、間違えた、13時までで、そうそうそう13時までで、ね、あのサイン会、7月の最終日のサイン会があの合わせて完売になっておりました、ありがとうございます。7月のサイン会はね、あのシークレット絵柄がシークレットになってて、地面に何か言った、絵柄がシークレット、待って、見えなかった、待って、これはまつげが落ちた、まつげ、まつげについてるマスカラが目に入ってきた、絵柄が、あ、ちょっと待って、取れた、あ、ちょっと待って、あ、取れた、ちょっと、絵柄がシークレットなんですよ、シークレットしか言ってない、そう、そこが完売になってて、じゃあシークレットもうないじゃんと思うかもしれないんですけど、日によってね、あのサイン会の写真の絵柄も違いますし、あのちょっとメールに書いてることと同じになっちゃいますけど、まあ、初めましての方もいてくださるけど、やっぱりなんか初期の頃からとか、あの去年からとか、まあ、めっちゃ来てくださってる方いるじゃないですか、うん、そういう方になんか前の感じと、多分そんなこと思わないと思うんですけど、そういう方々にも毎回毎回新鮮な気持ちを持ってほしいために、あの雰囲気の違う服装、雰囲気の違う髪型っていうのをお話し会とリアルお話し会で心がけてるし、ツーショットはプラスなんかその格好に合った小道具みたいな、ワイングラスとか、ね、幼稚園児の時は哺乳瓶をしてたりとか、なんかそれ合わせて形になるから、それも思い出になればいいなと思って、アイドル哺乳瓶持つなんて赤ちゃんかアイドルしかできないじゃん、知らんけどっていうのを掲げてるし、サイン会もなんか絵柄が違うっていうのもあるし、サインの中にまた別で当たり枠みたいな、ちょっとしたおみくじ感覚で撮ってくださった方にも楽しんでほしいなっていう、毎回撮ってるよって方も絵柄が違うプラス前回当たり引けなかったから今回なんか全部当たりなんだけど、おみくじ感覚でそう入れてたりとかして、そう、そういうのを心がけてるのでね、ぜひぜひお待ちしております。明日の13時までなので、うふふふふふふって感じですね。で、結構私のなんか一歩間違えれば誤解されるお話し会のモットーがありまして、一歩間違えればなんかなんだこいつなんですけど、私の話し会のモットーというか目標が、あの感じ、こなんていうの、 SNS とかに上がった写真を見て、あのお話し会のオフショットとか上がった写真を見て、え、今日の格好これなの、行けばよかったって思わせるっていうだから手を抜かない、私服だとしても髪型をいつもしない髪にしたりとか、そう、行けばよかったって思わせるっていう裏コンセプトがあってそう、だから写真とかもいい写真載っけてますそう、だってもう
ね、来てくれた人限定のものだったりするので、結構私お話し会で着た私服は違う現場ではもう着ないんですよ。1年後とかに着るとかあるけど、キンキンでそれお話し会で着てたやつだねっていうのがないようにしてるので。そうそう、なんか自分お話し会行ったら限定かと思ってたけど、このキンキンのイベントなんかでも見れたんじゃんと思われないように、1年後とかにプライベートでは着てるけど、ファンの方が見る配信とかファンの方との何かってやつは1年後ぐらいに、そういえばこれ去年のなんですよぐらいにやってる。特権、全ては特権なのですっていう、そうっていう感じでやっておりますので、本当に本当によく私はお話し会でみーちゃんと二人だけの思い出みたいなこと言ってるけど、アイドル工場ではなくて本当に本当にそうなんです。本当にそうなので、お待ちしてます。5月4日はひなちゃん、ひなちゃんと一緒にコスプレをする、あ、コスプレって言っちゃった、まあいいか、わかるか、コスプレするんですけど、で、あの5月4日の後半が7月に代替えするんですけど、それも前言ったんですけど、今回言ってないか、前の受付で一応お知らせはしてるんですけど、代替か、7月も変わった代替のやつもあのひなちゃんと同じ格好を 2days するので、でも5月の方がツーショットとサイン会があって、7月の方はお話し会オンリーなので、そう、自分お話ベースで見たいですっていう、ゆっくり見れるのはそっちなのでって方はそれでもいいし、その格好のツーショットが撮りたいっていう方はぜひぜひ。でひなちゃんと結構5月ってすぐ来そうなのに、全然あの何言おうって計画してないから、そろそろ計画しておきますわ。雨にやられちゃったの大丈夫かな、本当に思ってるのか、本当に心配してんのか、南が風邪ひいても風邪ひいてんじゃんって思ってんだろう。歌詞解釈のお礼を言いたいから15日アンピーに変更するけど、よろしく、そういうの言わないでいいです、勝手にしててください、しれっと静かにしててください。ねえ、15日南の件をね、あのおしもししますって宣言されることはなかなかないので、そういうのはあの静かに、それはあのアイドルとしてはね、あのショックを受けるというか、傷つくものでもあるので それはでもそういう、そうしたいっていう気持ちは否定できないから、あの何も言わずに静かにそうしてくださると嬉しいです。アイドルたちはね、それをショックなことなのでね、手放しでいとろしあいとは言えるものではないので、私で撮ってくださったものが、ね、そうなっちゃうっていうのは、私が弱かったら今泣いてるよ。会社はね、こそっとならいいんだと思わないでくださいね。はい、こそっとならいいんだ、バレなきゃいいんだと思うのは本当に浮気の始まりですよって感じ。たまにミヒのとか遊びに行く、お許しください、お待ってます、静かにミーちゃんに会いに行く、足見えないけどいいですか。思わずコメントしてもて。握手会で隣のレーンではない限り大丈夫。あ、でもね、あの結構リアルお話し会の時に優先レーンみたいなのあるんですよ、そこ歩く時に結構見つけるよ、あって、みなみさん優先レーン、次優先レーンですって言って、自分のレーンのファンの方にちょっと待っててねって言って、優先レーンが真ん中ら辺の時とか歩いてた、ああれ、あ並んでると思って、で並んだ後に次の時間とかに来るんですよ、来てくれて、あでも私のやつも撮ってくれてるんだと思って、普通に嬉しいのね、ヤッホーって言って、でみーちゃんって、はい、さっき見たって言われて、さっき見たって何と思って、見たねって言って、いや結構目立つ衣服着てるもん、目立つ色の服着てるもんねって、っていうこともなきなくないことはないね、ゼロではないですね。でもね、あの
みーちゃんを好きでいて、でみーちゃんだけ見ててっていうのは私が口だけで言うものではないので、みーちゃんが効能でみーちゃんしか見えない、みーちゃんしかって思わせる、思っていただけるようなアイドルにみーちゃんがなればいい話なので、口だけでボンボンボンっていう、口だけ女にならずに行動でみんなをそういう風にしていけたらいいなって思ってます。つまり単押ししか勝たうん、面白い。ミヒンしか、そう、口だけで言うのはね、じゃあもっと好きにさせてよってな感じだと思うので、そう、好きにさせちゃうぞって。もうね、なんかね、あれ、なんか結構大人になったんですよ。大人になったらなんか逆にもう恥ずかしいものとか何もなくて、なんかもう10代の頃の方がこんなことやんなかったんですよ。なんか予知しちゃうなとか、来てよとか、10代の頃とか言えなかったんだけど、なんか二十歳を超えて大人になるにつれてなんか言えるようになったのでもうなんかみんなに隠してるものがないし、なんかみんなに見せてない一面がなさすぎて、もう何でも言えるようになった、この6年間でなんか本当に素すぎて、隠してるものがなさすぎて、なんか何でもやるので、待ってるねって、待ってるからねって、キラン、キラララララなんか10代はね、なんかなんだろう、思春期っていうかアイドル初心者っていうか慣れてないから、なんか、ね、ちょっと言えてなかった、うん、尖ってたわけではないんですけど、なんだろうね、ちょっとわかんないけど、キュルルルン、キュルルルン、キュルルン、厚みという意味や、頭が回らんくて理解ができたかった、こんばんは、こんばんは、そこがいいとこ、あら、ありがとう、強くなったかもしれない。あれだけ反響があれば本人に話す。何の反響？私はその反響知らんぞ。どっかの一部でどっかで反響になっとんか。でも静かに言ってください。もう言わないでください。かのちいよん。あ、人としてのやつ。体かと思った。安心感ね。声の使い分け可愛い。嘘。え、何そういう待ってるよっていう時とってこと？通常で変わってる？あのそういうなんかやってんなっていう時と通常が違うねって意味？なら大丈夫。なんか意識してせずに私もしかして変わってます？もしかして？あら、あららら。でもめっちゃあのコンサートを経て、あのくるくるたちの研究生ちゃんたちとすごい仲良くなって、なんか一緒にすることがあって、なんか教え合いしたりとか、そうくるくると今日ずっと喋ってた。そうくるくると、本当にくるくるとずっと喋ってて、そうなんか、なんか何歳っていう、くるちゃんってなんか意外にニューエブの中で2番目に大人で、なんかその考え方とか喋り方とかすごい大人だから、なんか年齢としては年齢そうなんだけど、見た目がなんか可愛らしいから、なんかリオツンの子年下なんだねみたいな話をしてたのよ。だから、え、みなみさんもびっくりしましたって言われて、なんか年齢かなと思ってあ、そう25なんですよねみたいな話をしてたら、いや、なんかちょうどこの前みたいな、なんか誰だっけな、あずみかな、誰か知ったけど、誰かとプロフィールを見て一期生さんの年齢見てて、みなみさんの年齢に一番びっくりしましたみたいな、そう本当に見えないですみたいな言うんで、ありがとうみたいなねえ、いやでも、いやそう嬉しいよみたいな、え、やっぱりね、どういう経緯でその話だったかんだけど、なんかいいなみたいな、10代いいなみたいなこと言ってたら、やっぱ帰りますかって言われたの。帰りますかって言われて、なんかリアルな、え、本当になんかあざとか治らんよっていうガチなやつ言っちゃって、クルちゃんが反応に困ってた、困らせてごめんねって言ってそう、あざがね、これね何月にできたんだけどまだあるのって言って
ね、今早く治るでしょって、あとなんか気づいたらなくなってるでしょみたいな、でもねなくならんなってガチのやつ言ってもって、くるちゃんがそうなんですかって言ってたそう、ほんとあざが治らないんですよ、やっと治った感じかな、もはや。そうそう、びっくりするぐらい治んないから、なんかびっくりするんですよ、なんかそんなぶつけまくってるかなと思った、あ違う同じあざだわみたいな、治ってないだけなんだってなるよ。20代一瞬で治ってて、俺からしたらあーねしか言えんわ、あーねあね、まあ確かにいろんな年齢層の方からして今の私はそう考えると20代の頃はまだ早かった、私もなんかあと数十年経って20代なんで一瞬だったよって思うってことね、あーねそう、ずいぶんガチ新陳代謝ない、そうだ、30代の値に近づいてる、あらでもなんか別に年を重ねることにもなんかマイナスな気持ちはなくて、昔はさアイドルとしてさなんかずっとはなんか若くいたいっていうかさ思ってたけど、綺麗な年を重ねれたらいいかなって最近思うようになって、なんか年を重ねることって何も悪くないのになんかマイナスに思う自分が良くないじゃんか、綺麗な年を重ねる、綺麗な年の重ね方をできたらいいなと思う。そう、なんか年相応とか年相じゃないとかも置いといて、綺麗な年の重ね方ができたらいいなって最近は思うね。最近。そう、なんか10代の頃は、そう逆に幼く見られるのが本当に嫌だったの。そう18、19の時すでにできてる、嘘本当に優しい、みんな優しいキャそう10代の頃はなんかその入ったばっかの時、18歳の時にまだなんか自伝とか多分小学生でいけるよとかそういういじりをされた時に、幼く見られる、小学生はやりすぎだけど幼く見られるのが本当に嫌だったのね。けど20歳とか超えてなんか幼く見られるのも武器っていうか、別にそれを生かして何かできたことはないんだけど、この武器で何かを得ましたっていうのはなんか今浮かばないけど、それはそれでなんか私の良さなんだと思うようになってからは、そんななんか年齢となんか見た目とかのなんかそういうのあんまり気にしなくなった。そう、初期の頃はね、幼いで言われてた。大人になりましたそう大人になりました。でも本当に昔の私に見せてあげたい、今の私を、こんなになんか自分のことを肯定できる人間になれたよって。ちょっとごめん、そう中学生ってくぐれて素敵な連絡されたありがとう。ちょっとマリン衣装で丈が短いのはツボだ、あれはみんな間違いだと思いますよ。大人みーちゃんが好きです、それが綺麗になったってことだね。若いメンバーと仲良く大人みー、そうあのね今最近着てないんだけどマリン衣装っていう衣装があって、大人メンバーはロングスカートロングズボンみたいな、でなんか年少メンバーがキュロットっていう短いズボンの衣装があったんですよ。最近あんま着てないんだけど、で基本的に年齢が大人メンバーは絶対ロングスカートかロングズボンなので、絶対年少メンバーは全員、絶対ではないけど、まあ、似合うは身長とかあるけど、身長が低くて幼い子は絶対キュロットとかだったのに、ひなちゃんが私より身長も小さくて私よりも幼かったひなちゃんがロングスカートで私が18歳の私がキュロットだったんですねでその当時にクリスマスかな、なんかのクリスマスか、クリスマスだ、昼を幼い面がやって夜を大人面がやった時があったんですよ。夜かどっちか忘れたけど、まあ、分けた時があったんですよ。だから昼は幼い面、夜は大人面だから、
大人目は全員ロングスカートかロングズボンの中一人だけキュロットでそう一人だけキュロットで、ひなちゃんも自分がロングスカートかなんでか分かんないってずっと言ってて、で私もなんか16人以上いたかのなんか一人だけキュロットで、絶対伊調さんとかが手配する人決めた人が岩田と石田を間違えたんだみたいな、岩田と石田ってパッと見似てるから絶対間違えたんだって未だに思ってるそうで、その当時いたマネージャーさんとかもいないから、そう聞けないんだけど、そう絶対間違えたと思ってるよ私、ひなちゃんにも言ってるそう神戸だよね、そうもは今はねもはやその衣装どっちでもいいんだけど、岩田って実際似てるじゃん、 山隠せば石だからねそうよ、だからその分かんない、書いた名簿とかを書いた人の字の癖がちょっと山がちっちゃかったとかさそうえ当時めっちゃ子供っぽかったとはいえさ、4歳ぐらい下の子とさ変えるのはちゃうやろだって子供っぽかったとリアル幼いがいるんですよ、そうそう、だからね、あの最近去年の一期公演で全員ロングスカートロングズボン縛りで来た時に、私ロングスカートで嬉しかったそう去年の一期公演はあのマリンショー使ったんだけど、全員ロングで決まってて、そう長いと思ったでしょ、でもねあれめっちゃ踊りづらかった、めっちゃ踏む分かんない、自分のサイズじゃないからなのか分かんないけど、自分の衣装ないからさロングで、めっちゃなんか座って立とうとした時にめっちゃ踏んでやべやべって滑るってなってた、で全然短時間じゃねえ、私何分から配信始めました、9時になって断じるんでいいですか、おいしこの携帯ね充電器に挿してないのでね、あの充電なくなる、18分結構喋って何が短時間やねすぐ終わる、どこがすぐ終わるねん40分喋る、9時になったね、まあまあ乾いたよね、そんな気、ほら見てサラサラ乾いたでお風呂入りますこの後で、なんか久々にゆっくり話したので、ね、ちょっと話が止まらんかった、昨日ごめんね音沙汰なしになって、なんか片頭痛ひどくてベッドに横になっとったら寝てた1時間秒楽しいからいいよ、長くしてくれたか見れた、あおかげで間に合う優しい、お疲れ様ね、ちょ風邪はひかない、そんな濡れてないんですよ、 服が濡れただけで体濡れてなくて、でもすぐお風呂入ります、ですぐ寝ます、今日はあの鶏肉を昨日明日買い物に行く余裕ないだろうなと思ったから、雨かどうか知らんかったけど、その体力的に買い物ができる余裕ないだろうなと思ったが、昨日の時点で明日用の鶏肉を買ってたので、うまく鶏肉焼いて食べます、こういうなんか体とか頭を使ってる時はしっかり寝てしっかりご飯食べないとすぐ体調崩しちゃいそうだなと思うから、私本当に3食食べない人だけど、この期間ちゃんと3食食べてます、そうなんか一つでも抜けたら、あんまり準備とかで寝れないのならばご飯はしっかり食べれない、いっぱい寝れてる、うん、ご飯があんまり食べれないならいっぱい寝るとか、どっちかはちゃんと補充というかやっとかないと、どっちも欠けてしまった時に一番多分免疫が崩れそうなのでちゃんと食べてます、私あのレッスン上にバナナ持ってってるからそうレッスン上にバナナ持参して、カバン私カバンチャック閉まるやつだけど、まあ、閉めてなんかないからその手提げカバンバナナがチラ見してる今日の毒はみーちゃん、毒？嫌なことあったの大丈夫？今から鶏肉と白ご飯を食べて、あと 20% だ、ごめんよ、あと 20% でした、あと 20% ちょうどよかったね、よいしょ、
あと 20% だよってお知らせが来て切れてしまった。なんか充電切れる前、お知らせが来て配信1回切れる前まであったコメントが消えてしまった。一回配信切れたらコメント消えるの。あれ？さっきまであったコメント、これ読もうとした瞬間配信切れて再開したらそのコメント消えちゃった。そんなことがあるんじゃね。あ、更新か。でも本当にそこだけごっそりなの。なんかその前後はあるんですけど、その見えてた配信切れる瞬間に見えてたコメントが一部そ本当に消えちゃった。読もうとしてたのに。そんなこともあるんですね。知らなかった知らなかった。今日私なんかすげえ垂れ目、すげえじゃない、すごい垂れ目。すごい垂れ目だな。おいしい。お父さん、こうお父さんのせいにしてるんで、お父さんと仲が良かったようにお父さんの喋り方がすごい映るんですよね。こうママがずっと言ってる、みーちゃんがそういう喋り方のパパのせいだってずっと言ってる、ママが。でへへって悪いこと続きでピエコやってパオだの、え、慰めて、え、大丈夫、君ならできる。何か内容にもよるけど、毎日起きて活動してるだけで偉いんだよ。そう、ママがずっと言ってる、 うんまーって言ったら美味しい、はい美味しいですって言われる。ママこれマジうまい、本当に美味しいでしょ、はい本当に美味しいですみーちゃんパパのせいでそんな喋り方になってって言われてごめんなさいって、うまーってママこれすげーって言って、すごいでしょ、はいすごいですってめっちゃ言われるから直そうと思って。パパはやっぱ男性だからっていう言い方良くないかもしれないけども、典型的な男性の喋り方、またパパだから私のことお前って呼ぶからお前さんって言うからみなみとも言うんだけど、みなみがお前なんで、そうさすがに人に対してお前とは言わんけど、お前さと言わないけどね、さすがにそこは映ってないけど、パパは私のことお前って言ってくる。そうだからね、あのこれ結構私の定番の MC ネタなんだけど、そう生誕、初めての生誕の手紙パパからで、お前がなんとかやった日、お前がなんとかで、お前がって普通親からの手紙ってさ、なんかそのみなみがなんとかで、みーちゃんがとかだね、お前が、お前が初めて広島に行った日とか、お前がオーディション受けるって言ってみたいな、ちょっとお前もうやめてとそうそうそう、もう初めて、私いろんなメンバーの生誕祭出てきたけど初めてはなんていうか、今多分いまだにいないもんパパはいまだにいじってる、ねえねえの生誕祭お前だらけやったもんねって言って、違うね違うね、パパアイドルとか知らんから、生誕祭でそんなパパの手紙読まれるって、読まれる気やねって思ってへんかってみたいな、お前だけが読むと思っててみたいな、お前しか聞かへんと思ってみたいな、これも全部お前お前しか見えへんと思ったから、お前に書くように、お前に伝えるようにやったら、みんなに聞かされたんやみたいな全員に披露されてもうたんやって、あーねパパはまあ知らんもんなって、あのアイドルとかあんまり知らんもんな、生誕性が出るの知らんもんなっつって全部その時の説明も全部お前やったわそういえば、でもさすがにすごいっつって、そうそう
ちょっと未だにいじってる。私帰省するたびにいじってるから。見つけた、見つけた。もう配信終わっちゃうんですけど、よければまた見に来てください。ということで、ダンジョン見たいと思います。リアルタイムランキングなので、その間コメントもないです。いきます。13位、たけしさん、パチパチパチ。12位、たにたにさん、パチパチパチ。11位、バオバブさん、パチパチパチ。10位、ポムさん、パチ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 。9位、キムコさん、パチ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 。8位、ピアニッシモさん、パチ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 。7位、リョーニャさん、パチパチパチ。6位、ディネさん、パチ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 。5位、シバキンさん、パチ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 。4位、ヨイさんさん、パチ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 。3位、テリーピーさん、パチ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 。2位、ダッタンさん、パチ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 。そして、そして1位は、ドゥ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 ン、ツヤツヤさんでした。パチ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 。パチ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 。それではキャッチアイズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここでやってくてパタイズやってください。いきます。あれみんなどこどこ、喉が鳴った。見つけたみんなことをしてみひん、ヒュー、ありがとうございました。兵庫県出身市のみなみでした。とてつもなくゲリラでしたが、配信見に来てくれてありがとうございました。今日は全国的に雨だそうなので、皆さんも風邪をひかないようにお気をつけください。お互い元気に終電を迎えましょうはい、ということでお話し会の受付、30受付が明日の13時までなので、この左にある、左どっちか、左にあるバナーからお話し会の受付まで飛べるので、ぜひ待ってます。どこの寝てを取っても後悔させないって言い切ってるのでお待ちしてます。インテックス大阪のアイロハの司会も完売出たりするのでお待ちしてます。あ、 MC コーナーの企画ね、あれなんね、何あれ知らんかった。お話し会ちょっと無した、本当嬉しい。いっぱい話したもんね、この前ね、あのなんかあざといメンバーみたいな、メンバー誰が出るか見てみたいな俺、ね、あざといの誰だよ、あのひなちゃん書くだろ絶対、もう確定案件じゃん。ということでコンサートには体調戻りそう。あ、私体調くっついてたかな、寝るの話かな。だとしたらね、あの偏頭痛なのでコンサートが晴れだったら大丈夫ありがとう。そうです、偏頭痛でちょっと体調、低気圧に弱くてだけなので、晴れだったら大丈夫です。雨だったら薬飲みます、頭痛薬。私もインテックしてきます。おお、待ってます。ということで今日も一日お疲れ様でした。お風呂入ってきます。あー想像したやろ、懐かしい。なんかその言葉の言葉通りじゃなくて、その言葉に懐かしいそう、あのね、1期生の佐野遥ちゃんっていうね、最年長、1期の最年長のメンバーがいたんだけど、その子が MC でちょっとなんかセクシーな話をした時に、あ、想像したやろって言ってたんですよ。これがね、なんかたまたまできた言葉じゃなくて、もう恒例の流れ、このなんかちょっとそっち系の話になったら、ハルルンが言うぞ、ハルルンが言うぞみたいなそう、私ハルちゃんって呼んでたけど、今日誕生日、あ、おめでとう、よかった、もう終わっちゃうからギリギリで来てくれてよかった。そうだからちょっと使ってみた、想像してやろねえ、ハルちゃんね、今思えばすごい大人っぽい。今も私はるちゃんの当時の最年長のはるちゃんの年齢越してますからね。そう、びっくり。ということで今日も一日ありがとうございました。明日も一日ね、電波がない場所なので本当に携帯を使えなくてね、
電波がない場所なのでメールが送れるかわかんないんですけど、写真抜きだったら送れるかもしれないっていう今日思ったので、ちょっと明日写真なしで送れるかチャレンジしますよ。ありがとうございました。おやすみちゃん。おやすみちゃん、明日も頑張りみーちゃん、バイバイ。じゃあね。あ、聞いて聞いて、私ねこのネックレスね、最近ネックレスをよくつけてて、みーちゃん最近ネックレスつけてるなってもしかしたら思ってる人いるかもしれないんですけど、すごいねお得な値段で買えたネックレスなんですよ。これ何円だと思いますか？そう、最近ちょっとネックレスをつける大人の女性に憧れててつけてるんだけど、特になんか理由があったわけでもなくて、でこれをノアピモロクザノアちゃんにこれ何円だと思うって聞いたので、結構お得な値段で買えたの、これ何円だと思うってノアピに聞いたら、え、でもすごいめっちゃな綺麗ですね、キラキラしてますねみたいな、え、5万円って言われて、え、何円ですかって言われて、え、500円って言われて、と驚いてた。500円だよって。そう、別になんかいいネックレスをつけようっていうよりかは、ネックレスをなんかこういうちょっとレッスン着とかにもつけてるとなんか気分が上がるから、そう、500円だよって。私はなんかわざわざそんな安く買ったことなんて言わなくていいじゃんって思えるかもしれない。関西はね、関西人の特有かも、関西の方はあれかもしれない、安く買えた方がいい、いいものを安く、どれだけ安く買えるかっていう、それが自慢なんですよ。だから別に安いものつけてますってアピールがしたわけではなくて、こんなによく見えるのこの値段で買ってめっちゃコスパ良くないっていう。その服屋さんの、洋服屋さんのネックレスなので、普通にメーカーとしてもいい、ちゃんとしたやつ、服屋さんのやつ、いつも買ってる服屋さん、セールだった、そうっていうお話でした。ということで本当に終わります。バイバーイ、おやすみ、いい夢見てねー。